はい、じゃあよろしくお願いします。今回はですね、特別な企画ものになるんですけど、ルートの変形、これの特訓動画になります。で、ぜひね、ストップウォッチを用意して、ここまず聞いてみてください。で、この後ですね、画面が変わって、30問の問題が表示されます。で、いつも通り画面を止めてね、ぜひやってほしいんですけど、その時にストップウォッチを測りながらやってみてください。で、どんな問題が出てくるかというと、その問題被るんで数字入れないんですけど、ルートホニャララっていうのが、例えば、ホニャララル、噛んでるね。ホニャララルート、ホニャララみたいな形に変形するじゃないですか。で、こういうのが、これがメインなんですけど、これだけじゃなくって、例えば、ルート81。これ九九81なんで、ルート外れて自然数の9になりますよね。こういったタイプも入ってますし、あとは11。これは、変形することができないので、これも入ってます。形変えれないよねっていう。こういうのは×なんてつけてもらえたらなと思うんですけど、こういったタイプの問題が30問ありますので、ぜひね、ストップウォッチで測ってやってみてください。で、もしね、よかったら終わった後に自分はどのぐらいのタイムでできましたよなんてコメント欄に書いていただけると、他の方にね、参考になると思います。あ、このぐらいでできるんだって、ちょっともうちょっと早くしなきゃとかね、あると思いますので。ただ、一番は、時間を競うことではなくって、正確に解く。正確に変形する。ルートっていうのは、この平方根の単元だけじゃなくって、いろんなところで出てきます。高校入っても出てきますし、もちろんね。なので、この変形をね、正確に早く、時間をかけずにやれるようになってほしいので、ぜひぜひ、その特訓動画だと思って、ぜひチャレンジしてみてください。では、早速やっていきましょう。では、早速ね、変形していきましょう。じゃあ、まず、ルート8ですね。で、ちなみにやってみて、その変形自体がもう結構不安だと、自信がないっていう方は、以前撮ってる授業動画の方がありますので、そちら概要欄から見てみてください。そっちで詳しい説明をやっております。で、ここは一問一問詳しい説明しちゃうと長くなってしまうので、まずサクッといきますね。で、8に関しては、4×2 ですね。C が8だと。で、4使ってるんで、これが2の2乗。だから2が外に出てくるんで、2ルート2と。こんな感じでいきましょうか。で、9は、これもサザンが9ですよね。つまり3の2乗なので、外出てくると。そのまんま、ルート9は3。一応線、書いていくか。で、ルート12です。で、ルート12は、1番目と同じですね。4を使ってますし、32、4を使ってるんで、2が出てきて2ルート3と。で、6ですね。6は、ルート6が何も変形できません。これはこのまんまというか、バツにしておきましょう。で、もうちょっと言ったらちょっと説明しますね。で、20は、4520、5420でもいいですけどね。4使ってるんで、2ルート5と。で、ルート4は2の2乗ですよね。これも3の2乗と同じタイプ。だから、その外に出てくると。出てくるとか考えずに暗記で覚えちゃってもらったらいいんですけど、ルート9とかルート4に関してはね。じゃあもう一問だけいきますか。18ですね。18は、9に18だと。で、9使ってるんで、3ルート2と。こんな感じになります。で、簡単に変形の仕方やっていくときに、その数字をね、ほにゃららかけるほにゃららに分解するんですよ。例えば18だったら、今やったように9に18もできますし、他にも6318もあるし、18×1 とかもあるわけですよ。分解しようと思ったらね、9の数は使わないんで、ここでは。で、その時に、その、掛け算の、こうやってパーツがあるじゃないですか。9と2、6と3みたいな。で、そのパーツで使う数字が、4、9、16、25、36、49。まだ続きますけど、この数を必ず使うように分解していく。これがルールです。やるときに関しては。暗算でやるんだったらね。どういうことかっていうと、こいつら全部2乗なんですよ。2の2乗4、3の2乗9、4の2乗16、5の2乗が25みたいな感じでね。で、2乗のものを使えば、その2乗っていうのは、2乗のね、その肩の2っていう指数を使うこと、その技を使うことによって外に出てくるんですよね。ルートの外に。だから、9×2 ってやれば、書き直せば3の2乗 ×2 なんだよ、18が。こうやってルートついてますけど、この2乗ってアイテムを使うことで、この3は外に出てくると。では出てきたらいなくなる。でも、2は出てこれない。だから3ルート2みたいな。こんな感じでやってほしいので、ぜひね、その頭の中で分解するときに、この数字を使うようにやっていってください。では戻りましょう。32ですね。で、32は、これ 16×2 ですね。16使ってるから4、4、16。だから4が出てくるんで、4ルート2とこうなります。ちょっと脱線してほんと申し訳ないんですけど、例えばこの、
32とか、一発でね、できれば 16×2 だよねって覚えといてほしいとこではあるんですけど、まあ、なかなか出てこないと。で、どの分解かなって分かんなくなったら、ひとまずね、やりやすいのはここ2個。4と9。まあ、4の段、ククでいいからね、4の段と9の段にこいついないかなって考えるんです、32。まあ、もちろん大きい数字になると、ククの中に入んなくなるけど。で、32っていうのは、4の段で言うと、四派なんだよね。4×8 が32じゃないですか。ってことは、4使ってるじゃん。だから、2が出てきて、2ルート8だね、と。で、ここで気をつけなきゃいけないのは、ルート8。やりましたね、ルート8。まだ直せるんですよ。確かに、今1回ルート32を2ルート8には直してるんですけど、ここで止めたらもちろん罰です。ルートの中身、まだ変形できるじゃんって状態で止めた場合より罰を食らうので、もう1回やります。で、ルート8が2ルート2なので、ここがね、2ルート2。で、もともと2とルート8って掛け算で繋がってるから、こうなるんですよ。2が2、ルート8が2ルート2。で、掛け算っていうのは外の世界は外の世界同士。だから 2×2 で掛け算するから、4。で、中身のルート2でこうなりますよ、みたいな。もちろん2段階でやってもらっても構わないです。最初に16が気づかなかったから4からやりました。全く問題ないんですけど、ただ、まあ、なんだろう。地味なとこで言うと、ルート8のミスが出てきてしまったりとか、あとは時間はね、確実にこっちの方が早いので、パッて見たときに、あ、もちろんこの動画で何回繰り返してもらっても構わないんですけど、それで32、あー、16のやつか、って気づいてもらえると個人的には嬉しいです。では戻ります。15ですね。15、これは直せません。まあ、この辺はまだいいかな。ちょっと上、後ろの方で直せないやつは考え方、そこで説明しますね。で、26。これは4の段にいますね。4、6、24。で、4使ってるんで、2ルート6と。で、100です。で、100はね、確実に覚えちゃってください。100っていうのは10の2乗です。10×10 が100だからね。だから2乗で外に出てくるので、これ自然数の10に変わります。で、40です。40は、これ 4×10 ですね。だから4を使ってるんで、2が出てきて10が残ると。ルート10はね、もう変形できないんで、ここで終わりです。で、25。25はさっきやったこの数字ね、5525、つまり5の2乗です。つまり、そのまま自然数の5に変わりますよと。で、45。これは9の段ね、こっちでいけると。9545。9使ってるから、だから3が出てきて5が残りますと。で、30です。たまにですね、ほにゃらら10、まあ、40みたいな感じで、なんとか10って全部直せるんだよって結構勘違いしてた子がね、受講師の時に結構多くてですね。で、これ直せません、30は。で、このまま、まあ、ここで一回説明しましょうか。で、直せる直せないの判断なんですけど、まあ、自分がよくやるのはね、結局、その、掛け算の分解にしていきたいんですよ。で、正直、別にこの 9×2 みたいな、ほにゃらら×ほにゃららに絶対分解しなきゃいけないっていうわけではないの、実は。例えば、40とか、さっきありましたよね。40を 4×10 にいけなかったと。ちょっと裏方ピンとこない。どうしようかなってなった時に、まず、2か3で割れないかなって考えるんです、その数を。まあ2の段か3の段にないかなでも構わないんですけど。で、40っていうのは偶数だからさ、絶対2で割れるじゃないですか。そうすると、40って2で割ると、まあ2で割れるから 2×20 に分解できるんですよね。2で割った場合答え20だからさ。で、そうするとさ、20っていうのがまた2で割れるんですよ。で、2で割ると 2×10 なんですよね、こうやって。で、ちゃんと全部やるんだったら10ももう一回2で割れるから 2×5 でこうなる。で、5っていうのは 5÷5 しかもうできないんで、ここでストップです。まあ、素因数分解の考え方なんですけど、結局はね。で、そうすると2っていうのがここで1個ペアができる。2乗ですよね。だから、ペアができることによって、こいつが外に出てくるんですよ。2の2乗だから。でも、こいつらはペアがいなかったんで、だから2、5、10が中に残るしかない。だから、出てくる2と、残る10で2ルート10、みたいな感じです。ちゃんとやるとね、まあ、素因数分解の考え方を根本に使っていくと、こうなると。じゃあ、30どうやるかっていうと、こいつも偶数なんですよ。だから2で割れます。で、2で割ってみると、まあ、こうなるんでね。答え15だから 2×15 に分解できると。じゃあ15をやろうと思った時に、こいつはまあ偶数ではないので2で割れません。じゃあ3で割れかないかなって考えると割れるんですよ。そうすると、こうなりますよね。3×5 って。で、5はさっき言ったようにもうこいつが素数なので、これ以上いけないからここでストップします。
で、探すと、ペアがないんですよね。一個も。ってことは、ペアがないってことは、外に出てくるやつが一人もいないので、だから変形絶対できないよっていう、ふうにやります。いいかな。もし、まあ、数が大きくなったときは、そういうふうに判断するといいです。まあ、2と3だけじゃね、処理できない問題も出てくるんですけど、まあ、ひとまずそれで大体ね、中学校範囲であれば大体、それでいけると思いますんで、やってください。では、600ですね。で、これまあ一応ちゃんと説明すると、600って、まあ 100×6 って、まあ 6×100 でもいいけどね。こうなんですよ。な、600でしょ。で、100っていうのがさ、さっきやったように10の2乗で、まあ、10出てくるわけよ。だから、100がいることで、10が出てきて、6が残りますと。つまり10ルート6ですと。っていう風になります。で、この、まあ、別にこれ全然構わないんだけどさ、0が2個あるじゃないですか。まあ、つまり0が2個あるってのは100をかけてるっていう意味なので、0が2個あったら、もう10が出てくるって、この2個を使うことでね。っていう風に、反射的にね、覚えてしまってください。のが早いと思ってて、個人的には。もちろんそれなんでできるかっていうと、100×6 の100を使ってるから、10が出てくるっていうところはもちろん頭の中に入れてもらわなきゃ困るんですけど、いいかな。こんな感じでやってみてください。そうするとね、このでかい数も簡単に処理できます。やっと半分だね。行きましょうか。では、16ですね。まあ、16はね、ここにさっきあったんで、四四16、4の2乗。なので、自然数の4。こうなります。で、50ですね。で、50はもうね、覚えておくといい。これは。50は、25×2 なんですよ。で、25っていうのは5の2乗ですよね。つまり25がいることで5が出てくる。だから、5が出てきて、2が残るから5ルート2。いいかな。で、次28。28は4の段が使えます。4ですね。で、4を使ってるから、2が出てきて、7が残ると。こう。で、この辺からですね、まあ、覚えてしまうと結構、覚えてしまうというか、変形できるよねって印象がつくだけでもだいぶ違うと思うんですけど、72です。で、72、一発で仕留めるんだったら、36×2 と、こいつはね、反射的に言ってくれると嬉しい。さあ、今、この段階で分かんなくても構わないんで、練習して、72はこれってね、覚えていただけると。で、36っていうのは、6636、6の2乗なんで、6が出てくる。で、2が残るから、6ルート2です。こう。で、もちろん、こいつもですね、72っていうのは、4で、まず分解ができるんですよ。だから、まあ、4より9の方が気づくのかな？そっちで行こうか。982って気づきやすいですよね。九九の中に入ってるからさ。ってことは、9がいるから、3ルート8なんだよね。こうやって、こうなる。で、さっきと同じ、ルート8、やべえ、まだこれダメだと。このままもう一個行かなきゃいけないから、ルート8は2ルート2です。2ルート2。つまり、3とルート8が2ルート2なんで、こうなる。で、しつこいように言うのは、ここは掛け算ね。だから、外の世界の3と2をかけて、6で中身のルート2が残りますと。これでも OK。2段階やってるけどね。ただ、こっちの方が早いよっていう話。で、なんでしつこく掛け算だよ、掛け算だよって言うかっていうと、これね、頭の中でやろうとするじゃん。3ルート8だからって、ね、ルート8が2ルート2だからってなるんだけど、頭の中でやるとね、こうなるんだよ。3たす2ルート2で。で、もちろんこれって計算できないんだよ、そもそも。できないんだけど、外の世界の3と2を足して5ルート2っていうミスがね、これほんと出る。これ気をつけてください。もったいないからね、こんなんでミスしたらね。いいかな。まあもちろん一発でやってもらえるといいんですが、この2段階でも構わない。こんな感じでいきましょう。で、56ですね。56は、4か。もっと大きいのでいけそうなんだけど、いけないんだよね。9もいけないし。だ4でいくと、4×14 か。あってね。で、4使ってるんで、2で14が残りますと。で、14っていうのは 2×7 なんで何も出ないんですよ。ルート14でも直せないので。だからこれで OK です。で、38ですね。38は意外と出てきそうに感じるけど、出てこないっていう。バツ。まあ分解して、まあ偶数なんで2で割ってみましょうと。2で割ると、小が19なんで 2×19 なんですよね。で、19ってこいつも素数なんですよ。これ以上何も分解できない。そう。だからこれで終了。という形になります。で、75ですね。75っていうのは、
25×3 こうなります。で、これが5の2乗なので5が出てきて5ルート3とこうなる。で、この5の2乗の、まあ、25を使ってる、こいつね、ルート50とか75、最初は25から始まるけど、25、50、75、100。で、125、150ぐらいまでは、25の倍数、25×ホニャララでいけるよねって覚えておいてください。だから、ルート150がホニャララルートホニャララってすぐ出なくてもいいから、25の倍数だよね、というのをぜひ覚えていただけると嬉しいです。で、24番がルート1000、4桁の数字になりますと。で、これはですね、さっきのここをぜひ使ってしまうとありがたいんですけど、まあ、一回やろうか。これ、100×10 なんですよ。100×10。で、分解すると100がいるからさ、これ10です。10の2乗ですよね。つまり、10が出てきて、10が残るっていう。で、こうなります。で、さっきのこの方法でいくと、0を2個使うと、10が出てくるんですよ。で、やれば、10ルート10ですぐ分かりますんで、ぜひこんな感じでやってもらえるとと思います。じゃあ行きましょうか。で、ちなみに24番の前で、もしかしたら聞いてる方、一回あれ、画面切れたって思った方いるかもしれないんですけど、すいません。なんだっけ。ビデオの容量が切れちゃって、一回切りました。ごめんなさい。申し訳ない。よし、じゃあ80行きましょう。で、80はですね、これ16、かける5と分解します。16を使います。これ入ってるかな？大丈夫ね。で、16は4の2乗。なので、4が出てきて、5が残ると。割と80もよく見るかな、個人的には。で、気づきにくい。で、もちろん4から言っても構わないです。4×20 って言って、2ルート20。2ルート20の20がまだ直せると。どこだっけ？ここか。直せるからって2段階でやっても構わないんですけど、一発でやるなら 16×5 でいきます。で、98っすね。ま、98。これね、覚えましょう。98はね、49×2 なんですよ。多分初めてですよね、49。一回も使ってない。49は7の2乗です。7×7=49。ってことは、7が出てきて2が残るんです。中学校範囲で7ルート3に直すことってあんまり見ないんですけど、7ルート2は割と見るんですよね。個人的な思いですよ。そう。で、98っていうのは2段階が使えないんですよ。こっちみたいに。あ、もちろん2で割って、2で割ったら 2×49 だって気づくことはできるんですけど。そう。だからね、98ってきたら、あ、49のあいつかって思ってもらえるといいですね。個人的には。で、33です。で、これはね、いけないんですよね。いけない。で、一応3で、まあ、2で割れないからさ、3で割ってみると、3×11 なんですよね。3×11。で、これも11も素数で、両方ね、同じパーツが出てこないんで、外に出てこれない。だから33はそのままで OK です。で、ここからですね、桁が、ちょっとね、大きいというタイプやっていきましょう。で、さっきの復習なんですが、ここ、0、2個。まあ、つまり100ですね。0、2個使うと10が出てきます。で、同じような覚え方で、0を4個使うと、100が出てくるっていうのを覚えちゃってください。だから、これ100が出てくるんで、100。で、2が残ったでしょ？ 0 を4つ消しちゃったから。だから、ルート2が残ります。100ルート2っていう。で、これ何やってるかっていうと、2万っていうのは、1万かける2なんですよね。で、1万っていうのは、100の2乗なんですよ。100かける100。つまり、ルート1万っていうのは100になります。だから、まあ1万、まあ0、4つですね。0、4つ消すことによって100が出てきますよって。で、まあ、これ、こういうタイプの問題ではないんですけど、定期テストで狙われるのが、ルート6がほにゃらら、まあ、何点何って指定されてて、で、こういう値を求めろみたいなの結構出てくるんですよ。その時に、0、2個使ったら10が出てくる。0、4つ使ったら100が出てくる。でも、3つね、1000みたいな。0、3つの時は、4つまではいってないんで、2つ使って10を出すけど、1個の0は残るんです。ここミスらないように気をつけてください。だから、こっちも、まあ、もちろんこれね、一撃で倒せればいいんですけど、もしね、厳しかったら、0を4つ使って100を出すと、そうすると、100ルート9なんですよね。おっと。あれ、ルート9。あ、3じゃねと。ここね、3。ってことは、これが3に変わるから、100×3 だから、これ300。一撃で倒せればって言ったのは、これ300の2乗なんです。300×300 は9万なので、それは気づけるんだったら一発で OK。もし厳しかったらこっちで言ってもらったり。出せるからね。
では、ボスです。ルート120万ですね。で、こんな問題出てこねえよと思う方いらっしゃると思うんですけど、これ自分の生徒がね、実際定期テストで出されたんですよ、この問題。1問。そう、すごい印象に残ってる、これ。で、行きましょう。で、これはですね、さっきのやり方で行くと、0が2個で10でね、4つで100なんですよ。もし、0が6個あったら、1000が出てくるんですけど、今、5個なんですよね。ってことは、4つまで使って、まず、100を出します。まあ、段階的にやるんだったら。そうすると、100ルート120と。まずこうなります。じゃあ、ルート120やりましょうと。で、120に関しては、まあ、4でいくか。4で、そうね。4でいくか、まず。4でいくと、4×30。こうなる。ので、120がね。で、4っていうのは2じゃないですか、出てくると。で、出てくると、あ、なんか直すか。ルート120が、こう、2ルート30になります。2ルート30ね。で、もともと100がいて、まあ、しつこいけど、ここは掛け算だと。つまり、外の世界の100と中の世界じゃない。そう、ここの2、外の世界同士の2を掛け算するんで、200になるから、外は200。で、中に残るのが、ルート30ですが、入ってた、OK です。っていう感じ。まあもちろんね、200っていうのは中に入ると4万なので、4万かける30で、あ、200ルート30かと。まあ気づける方はそれでも構わないんですけど、この0、まあね、まとめて外に出してしまうやり方はね、結構便利なので、ぜひね、覚えておいてください。ではでは、ちょっと長くなってしまったんですが、ぜひね、まあルートに関しては、早く処理できて損することは全くないです。で、いろんな単元で出てきますので、一回一回ね、もちろん、この辺の筋はもう大丈夫だよって方いらっしゃると思うんですよ。でも、この辺になってきた時に、パッて処理できる。で、処理して、もちろんミスなく処理するのが大事だからね。ルートのその変換間違っただけで、他の計算全部合ってたのに落とすなんてことも出てくるので、まあそういうことのないように、ぜひ練習にこんな感じで使ってもらえたらと思います。では、今回はね、特別企画でしたが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。